鳩ヶ谷市はかつて埼玉県南東部に存在した人口約6万1人の市。東京都特別区部への通勤率は34.7%、川口市への通勤率は21.0%であった。2011年10月11日に川口市に編入合併し消滅した大宮大地の最南端にあたる。廃止時点での面積は日本の市の中で わらび市についで2番目に小さかった。埼玉高速鉄道の開通などにより、合併前から経済発展、人口増加が著しかった。江戸時代には日光大成り街道に鳩ヶ谷塾が置かれ、宿場町や市場町として発展した。もともと交通手段は路線バスしかなく、陸の古島などと揶揄されてきた住民にとって、鉄道開通は長い間の悲願であった。 反面、周辺町村と比べて、やや開発が遅れていたことが幸いし、宿場町や市場町の面影が見られる。2001年3月28日、埼玉高速鉄道が開業して、以降、賃貸マンションの建設ラッシュが起きた。住宅、商業、工業と地区が分けられている。人口は、埼玉高速鉄道線の開通大きに急激に増加した。それにより、 大規模マンションや商業施設が建設されている。交通面では東京メトロ南北線や東急目黒線に直通している埼玉高速鉄道線、鳩谷駅や南鳩谷駅の開業により都心へのアクセスが大幅に向上した。また鳩谷駅からの始発電車も設定されている。鳩谷駅周辺は日光成街道の宿場町や市場町という 昔ながらの雰囲気を強く受け、老舗が数多く立ち並んでいる。路線バスの運行も発達しており、JR 京浜東北線のわらべ駅、赤羽駅までの各駅へのアクセスが柔軟である。市内循環バス、ミニワトは、運賃が全区間大人100円、子供50円で、利用可能であった。また、国道二十二号や埼玉県道一号埼玉、川口線、 埼玉県道58号台東鳩ヶ谷線などの道路が多くあるため自動車での来訪者も多い。明確な由来は解明されていないが、鳩ヶ谷の地名の国については大宮大地の斜面に食い込む谷が多い地形に由来している。鳩については平安時代の和名書という資料に武蔵区に足立郡発土号という地名が存在し、 この発動号を鳩里あるいは鳩京と呼んでいたとする。説があり、大地の先端部すなわち端という音が鳩に転化したという説も存在する。別の説では、窪地の意味を表す。琴がなまって鳩になり、周りが谷状になっているため、国が付け足されたとされる。東市南東部の八幡木三丁目が東京都足立区入谷九丁目に隣接しているかは、 川口市に囲まれていた。市内の地形は、南側は平地だが、北上するに従って標高が高くなる。国道122号バイパスを境に、町並みが分かれている。厳しい地形の北東部には、坂道が続く、日光成り街道が通り、それに沿って、商店街が構成されている。中でも、見沼大洋水にかかる吹き上げ橋すぐの急坂は、 同り坂と言い,い、この斜面に住宅や商店などを構える人も多い。一方、市の西側にあたる辻地区は平坦だが、同じく西側に位置する里地区は北上するにつれ、上り坂となる。地形を問わず、全体的に住宅が密集している。市西側の辻地区や里地区などでは、昭和時代には田畑が点在していたが、近年急速に宅地化しており、 ほぼ全域が市街化している。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、2010年10月執行、開派は2011年10月10日時点。2000年、川口市、草加市、蕨市、戸田市と東市で構成される、県南五市町づくり協議会において、合併の研究が始められた。その後この合併構想から、草加市、 ついで、戸田氏が離脱し、2002年12月26日、残った3市によって、任意協議会、川口市、蕨市、鳩ヶ谷市合併協議会が結成され、翌年12月には、法定協議会に移行した。2004年には新市名の公募が行われ、人口の圧倒的に多い川口の名を新市名とする、川口市の案が1位となった。その後合併協議会は、 この公募結果をもとにまず6点、さらに、川口市とブナン市の2点に絞って、議決を取った。その結果、蕨市の委員が、ブナン市を推薦し当市の委員の一部がそれに応じた、ため、ブナン市が新氏名として選定された。川口市の臨時市議会にて、この結果は民意を無視しているとして、合併協議離脱を求める決議があり、同年8月、川口市が、 合併協議会からの離脱を表明、翌月には合併協議会は解散された。合併協議会解散後、鳩ヶ谷市は合併に関する全世帯移行調査を行い、川口市との合併を求める意見が過半数に達したこと、編入合併についても3割以上の賛成があったことから、川口市に改めて合併協議を申し入れた。しかし、川口市は次期創送とし 2007年2月の時点で合併に至らなかった。川口市との間で懸案となっている当市、八幡昭における市業処理施設計画を合併推進派である木下磯区市長が受け入れ、3月、定例市議会に市長直結の合併推進室を設立するなどの内容の条例が制定された。2007年8月には、鳩ヶ谷市合併推進市民の会が設立された。 2009年1月、鳩ヶ谷市が川口市に対して再度の合併協議を申し入れたことに対し、川口市の岡村光四郎市長は、同年7月の定例市議会で、同年内に川口と鳩ヶ谷の西で任意の協議会を設置する意向を表明した。11月に西は任意協議会設置で合意し、12月には西の市議会が早期の任意協議会設置を求める決議案を、 可決したことを受け、任意協議会、川口市、鳩ヶ谷市任意合併協議会が設置された。2010年6月から7月に、川口市が合併の是非を問う住民アンケートの結果、合併推進を求める意見が過半数に達したことを受けて、西の市議会は9月定例市議会で、川口市、鳩ヶ谷市合併協議会の設置についての議案を可決して、法定協議会、 川口市、鳩谷市合併協議会を設置した。その第1回合併協議会で鳩谷市を廃止、その区域を川口市に編入する、編入合併とし、合併の期日を2011年10月11日とすることが決定し、2011年1月28日に鳩谷市と川口市の合併協定書が調印された。その後、 同年8月12日付の官報に総務大臣告示が掲載されたことで、この合併は正式に決定した。2010年10月に行われた市長選挙と市議会議員選挙において、市長選挙では合併推進派抜きの下市長の再選となったが、市議会議員選挙では定員15名に17名が立候補した。結果は合併推進派は2名落選。 新潮及び反対派の候補者が増え、合併推進派8名に対して、新潮、反対派は7名となり、拮行した状態となった。選挙後初の市議会となった12月20日の市議会で、この問題をめぐり合併に賛成する市民と、反対する市民のそれぞれの市民団体から出されていた2件の、請願について、合併を完結させるを採択し、九州合併の是非を問う。 住民投票の早期実施を不採択とした。両性願の採決とも賛成7、反対7の同数となり、議長採決で決まったことからも伺える。合併協定書が調印された後の2011年2月18日、2月、臨時市議会で川口市への編入合併を県知事に申請する、議案など、合併関連4議案と合併に反対する。 市民団体からの直接請求により提出された合併の是非を問う住民投票条例案の採決が行われ、両議案の採決とも賛成7、反対7の同数となり、またも議長採決で合併関連に4議案を可決。合併の是非を問う住民投票条例案を否決し、約61年ぶりに川口市との再合併が事実上決まった。なお、 鳩ヶ谷市は、鳩ヶ谷町時代の1940年に新郷村、上根村、芝村と共に、当時の国策によって、反強制的に、川口市へ、編入合併されたが、第二次世界大戦敗戦後の1950年に、再度、当時の旧鳩ヶ谷町域の住民の民意により、住民投票を行った上で、同年11月川口市から分離し、鳩ヶ谷町を再建した。 これにより、川口市への残留を決定していた旧、信号村域が川口の飛び地となった。この飛び地は1956年に安行村が川口市へ編入合併されたことに伴い解消しているが、その結果として、当時3月に市政志向は南側の一部が東京都足立区に接する箇所を除き、周囲一帯を川口市に取り囲まれる形状となっていた。 なお、旧信号村が、飛び地になるにもかかわらず、川口市への残留を決定し、勝谷す村という川口市の北東部において、かつて存在していた村落は、地理的に、鳩ヶ谷との合併の可能ではあったが、川口との関係をめぐり、正常が不安定な鳩ヶ谷よりも、順調に経済が発展していた川口との合併を選択した。この他1957年3月にも、 県から埼玉県新市町村建設促進審議会に基づき川口市と鳩ヶ谷町の合併が勧告され、翌年3月には鳩ヶ谷町議会で川口市との合併議案を可決したものの、同年11月に実施された鳩ヶ谷町議会議員選挙で合併反対派の議員候補が多数当選し、12月の鳩ヶ谷町議会の定例議会で、 川口合併取消しの緊急動議が出され、賛成多数で可決されたため断念したということもあった。川口市と旧鳩谷市において本町という地名があるが、川口市との合併後は、川口市における本町は変更されず、旧鳩谷市における本町が鳩谷本町と解消され、かつ鳩谷市における南は合併後南鳩谷となった。 また、川口市にも緑町という地名があるため、旧鳩ヶ谷市の緑町は鳩ヶ谷緑町となった。郵便番号は市内全域が334から0零 x x である。埼玉高速鉄道線が開通する前まで、当市の公共交通機関はバスしかなかったため、市内を南北に循環する日光おなり街道は路線バス以外平日、 土曜の午前7時から9時まで通行禁止としていた。これはバス専用レーンで片側1車線の道路における規制としては全国的にも珍しく、規制当初は NHK のニュースなどでも取り上げられた。現在は規制は廃止され、一般車両も通行できるようになった。7月の日川神社祭り、12月のめ飯の際は日光なり街道を路線バス。 一般車両とも通行禁止にして歩行者専用とするため路線バスは迂回ルートとして国道122号バイパスを通行する。タクシーの営業区域は県南中央交通圏で川口市、埼玉市、河野市、上尾市、戸田市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。